は、みかみです。こんにちは、こんばんは、おはようございます。自己紹介どうぞ。はい、みこみこと山田みことです。みこみの役はどんな感じですか？今回はですね、もう皆さんのなんかチームの敵キャラみたいな、わかりやすく言うと敵キャラみたいな感じなの でなんかちょっと鼻につく感じを意識してやってるんで、うん、もう一言言わせていただけるならば、山田のことは嫌いになっても相方のことは嫌いにならないでください。ありがとうございます。確かにそんな感じっていうか、かなりめちゃめちゃうまい。ちょっと誇張して腹立つ感じをめちゃめちゃ出してるので、何が一番好きなのはなんかあとは神様よそこっか。そうがすごい好きです。結構いろいろあのシーンが少ないので、山田なのでいかに印象を残すか、めちゃめちゃ残ります。あれはね、見込みだからこそ出る味っていうの役どころやなと思います。ありがとうございました。こんにちは、わーい、なみちゃん、こんにちは、してください今野ほのかです。ありがとうございます。ほのたんは今回どんな役割ですか？ほのはサッカー部をいじめる意地悪な理事長の娘です。ありがとうございます。名前ね、でも今野ほのかさんだもんね。そうなの。愛久女子学園理事長の娘、今野ほのかですわ。めっちゃほのたんのさ登場楽曲がいい。あ、なんかでん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 みたいなお嬢様感ある。大きいリボンもつけてて毎回心が痛くなるの。なんかみんなに意地悪言ってごめんね優しいほのたん、すごい思っちゃう。ちいさんと嫌ほどじゃないけど、ちいさんになんか言うシーンがあるんだけど、毎回ちいさんが睨んでくるときもうごめんなさい、ごめんなさいってすごい思っちゃう。廃部、そう、廃部します。廃部にしたくない。めちゃめちゃハマり役。本当、うん、やったー、うまいなと思って。バカバカバカ頑張ります。頑張ります。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。やっほー。やっほー。誰だ？コットンです。こんにちは。今日はどんな役ですか？今日は、キーパーの人です。でも全くキーパーのあれをしませんみたいな。キーパー役だけどキーパーしないよね。だからめっちゃピンクなんですよ。でかでか、顔が膨れちゃった。本当に撮ったら今どうなるの？あらららら、機械の方がでかいじゃねえかっていうさ、あ、シーンあるよね。あそこマジでおもろい。あそこシュールすぎる。みんな笑ってください。お願いします。で、コットンは一人二役。そうなんですよ、ね、やばいですね。不良のヤッキーっていうね、赤月ビーッ、なんかこれビーッ、めっちゃ口悪い人ですね。やりました。本当に楽しいね。楽しい。あ、よかった、よかった。またやりたいです。あ、これ一部終わった空き時間なんですけど、はい、自分もね頑張りましょう。ありがとうございます。ウィーウィーウィー。かのんちゃんどんな役？不良 E と、うん、ウィン役です。ウィン役何番？あ、そういえば16番。おお、なんだっけ、ベンチってやつか。ベンチ、なんか初めてさ、ルール知った、ちゃんとしたルール。え、そうなんですよ、多分ね、だよね、知らなかった。ちょっと履き方とか分かんなくておるんだよ、ね、そうハイソックスみたいな感じで履いちゃってたよね。サングラスマスク、サングラス一人二役の役やんね。一人二役です。ね、大変だ、着替えとかって。楽しい、よかった、何も楽しいひなちゃん私は山田先輩が大好きな、うん、敵の高校のなんだっけ、46番だっけ、46番松井番号の下っ端のすいませんって感じの。えぐいよね、46番って何人おんのって感じだな。すごいよね、ランチャーの名刺一番下なんかな、だから46なんかもしれない。面白い、46番松井さんの演技めっちゃいい。動きがさ不思議。ポカリとアクエリス飲み放題っすよ。え、2部ではさポカリスウェットとアクエリアスではないの？あ、そうしよう、そうします。もち
ろん、もう言い切ります。僕にスウェットとアグレリアって言えないな。言えないですよ。あそこめっちゃありがとう。バイバーイ。2分も頑張ろうね。あ、メガネ忘れた。ちょっと待って。リランチどんな役ですか？リランチは超絶ぶりっ子の役です。おー、ナミは真面目、ガリ勉すぎるボランチ6番、ね、6番よいしょ。私は7番67コンビ、67コンビな。ここでお芝居するところがあって、そうなんかぶつかり合うところがあってんけど、うん、そこがほんまにうまくいかんくて、もうほんなリハもうまくいかんかったんな。そう、うまいこと言ってまうねん。うまいこと言ってまうからうまくいかない。そう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 、ぶつかんねんけど、ぶつからんから、そうな。それでずっとやばかったんですけど、本番は見事に、ね、できたよな。いや、ほんまに見事に一番良かった。ほんまに成功しました。ということで、次がラストやから頑張りましょう。次も成功できるように頑張ります。そしてね、次の来月もカルチャー劇場定期公演あるので、皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。お願いします。バイバイ。バイバイ。7以上になる必要がある。我が愛海女子学園高等学校サッカー部は東京都大会で青原高校に決勝で敗れるも2位となり、関東大会に出場、全国大会まであと1つ、7位、8位、決勝戦まで駒を進めた。その前に立ちはだかるのは東京都大会決勝で負けた青原高校だった。全国大会まであと一つからください。お願いします。全国大会まであと一つ、7位、8位決定戦まで駒を進めた。その前に立ちはだかるのは東京都大会決勝で負けた青原高校だった。はい、OK です。